皆さんこんにちは。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今日の動画ブログはラーメン屋もファックス DM の時代2というテーマでお届けいたします。先日、ラーメン屋さんがですね、ファックス DM を送ってるっていうね、まあそんな話をしたんですけども、確かあの時は私県外出張で車の中で、スマホで録画したのをですね YouTube にアップしたので、そのファックス DM の本物をですね紹介できなかったんです。で今日は2回目ということで紹介します。これごめんなさい、逆で映ってるな、これな、はい、こんなやつなんですね。はい、でこれはですね麺どころ清水新潟東店っていうね、弊社の事務所から車で10分かかんないですね、そこにあるお店です。中華そば価格リニューアルしましたというテーマで、本ファックスご持参でコピーか写メかってね、10月末日まで期間限定で、味卵またはワンタン参考サービスで中華そば500円で提供しましょうっていうねことでございます。で予約もできます、なんとね。地図もしっかり入っています。でこれは法人向けに送ってますね。記者ファックスって書いてあるのでね、一般の人の家は残念ながらねこれは送ってないと思うんですけど、まあこういうふうなファックスを弊社 に送られてきたと。ということは東区のまあ何件出してるか分かんないですけどね、数千件なのか1万件なのか、おそらく町名を決めてファックス DM を出してると思いますので、まあこういうのもラーメンなんでね一回行ってみようかということになっていると思います。ただ法人をですね相手にする場合はまず誰宛にこれが言ってるのかっていうね、ことは重要ですけども、ただラーメンになってしまうとかなりターゲット数は広いので、例えば女子の事務員さんがこれを受け取っても、じゃあ行ってみようかってなるかもしれないし、男性の若い社員がこれを受け取ればね、あ行こうか、ただこれ宛先が書いてないので捨てられる可能性も大だと思います。で法人を相手にこういうファックス DM を仕掛けてるので、例えば一人で行けば500円なんだけど、2人3人4人で行くと若干安くなるとかね、団体割引があるとか、そんなのも効果的なんじゃないかなと思っております。ということで今日はですねラーメン屋もファックス DM の時代2をお届けしました。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。仕事で人生を輝かせるコンサルタント株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之でした。